はい、みなさん、こんにちは。みなさん、こんにちは。聞こえますかみなさん、こんにちは。聞こえますか聞こえるかな今日はですね、えー、動画を撮影してます。ライブじゃないですね。 えっと、今までね、ライブずっとやってたんですけど、えー、動画をね、あの撮りたいなってずっと思ってまして、動画にします。で、まあ、ライブだとね、あの、人がね、来てくれないと、僕も、あの、気分が乗らないんですよね。まあ、気分が乗らないと、<laughs> まあ、見てる方もね、つまんないと思いますからね。はい。あの、 <coughs> 動画だとね、もうそもそも誰も来ないんでね、あの自分が企画した動画の内容をね、そのままあのサクサク作って、アップロードすればいいっていうことだけになります。で、まずね、ドル円 FX なんですけども、うん、下がり始めましたね、ここのとこですね。ようやくですね、疲れましたね。今年1月つい,つい <coughs> 1>, 1月1日ね、ばーっと上がっちゃってね、で、一回下がったんですけど、まあまた上がっちゃったと。そして、つるんときて、また爆上げしてしまったと。まあ、ここの爆上げは、<laughs> まさかでしたね。まあここ、<laughs> ここら辺で下がるかなーって。まあ、ンサンソンつけてね。ンソンつけて下がるかなーと思ってましたね、こ,こら辺とかとね。 うん頭合わせてねさあこんなとこまで行っちゃってねこういうとこまでね114 11円70ですね <laughs> <laughs> まあまさかまさかでしたけれどもまあこれでね、まあ、下がってまあただ4時間しでね4時間数で山田75移動平均線これ75 移動平均線で、まあ、反発してちょっと上行ってるんですよねだからひょっとしたらまたねこ,れこうやっていく可能性もあると <coughs> <coughs> まあこう75移動平均線超えて、まあ、レンジレンジボックスから抜け出してビュンと行ってですね75を1回も超えてないんですよねで今回初めて接触したんでね まあ切ればいいですけれども、ビューって反発していく可能性もあるということですね。まあ、とにかくアメリカのダウ株がまだ強いんでね、あとはアメ、まあ、世界的な原油高で物価上昇してますから、どうしてもドル高になっちゃうんですよね。 なので、まあ、下がった、下がったと言ってもですね、まあ、130ピップスぐらいですね。130ピップス下がって、また、あることあるからね、今までもね、余裕でありますから、まあ、130どころじゃないからね。<laughs> まあ、ここなんかもう、120ぐらいか。 125ぐらいで上がってきますからねあの余裕 <coughs> 余裕なんですよねでこの辺なんかも、まあ、350p350pips の下げ下げで上がってきますからそれでねまあ私の方はですね、まあ、総括すると今年総括するとどういうことかなっていうことなんですけどもまあここがねまあ約1月1日 ここは4月1日ですね。ここはね、頭がね。で、まあ去年、去年、この辺でね、ずーっとやって、まあ利益で約1億円稼いだわけですよね。<laughs> 1億円ね。で、その1億円どこ行っちゃったかっていうと、えー、まあそのまま <laughs> きついでやってたんですけど、まあこっからこ,この間でこれが、まあ僕はどうしてもショート目線になっちゃうもんでね。 落 <laughs> っこってくるのが怖いからね、まあ、それはまあ、あのいろいろな言い訳があると思うんですけども、どうしてもショート目線になっちゃうんですよね、それでこう、一方通行に爆上げするとどうしても弱いんで、この去年買った1億円のうちですね、だいたい8000万ぐらい負けちゃったんですよね、ここでね、<coughs> マイナスですね。で まあ嫌になって、これも新しく口座開設したと。で、プラス1500万は残ったわけで、<laughs> まあ、これは置いといてですね、またここからですね、ここ4月1日ですね、ここから、まあ、プラス500万円で、まあ、口座作ったわけですね。で、ここからここでですね、このわずかな、この、えー、どこだったかな。 わずかこんだけなんですけど、320ピップスかな。わずかこの、ここのところで6000万。えだから利益でいうと5,500万作ったんですよね。5,500万。プラス、え元金500万ですから、6000万まで回復したんですね。うん,ん。 で、まあ、この辺、だら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 やられて、えー、そうですね。<laughs> このレンジで、2000万ぐらいやられたかな。マイナスね。んで、プラス6000万だから、えー、4000万ですよね。4000万残ってたんですけど、ここで、ここで、えー、またやられてですね、これが、はあぁ、どれくらいやられたかな。 3000万ぐらいやれたかな ?2500 万やられたかなうん。うん。で、また残り、残りがですね、1500万ですね。1500万で終わったわけですね。うん。今年の頭と一緒ですね。頭と、4月た日と一緒ですね。だからまあ、元金、 合わせて1500万残ってるって感じですね、今ね。ああー。1500万残ってるって感じですね、今ね。うん。1八8 5万ですね。1八8 5万ですね。だからまあ1000万ぐらい買ってるって感じですね、今年ね。うん。まあもともと5500万買ってたんですけど。えー 4000万やられてるということでまあいろんな人やられてると思いますけどまあ結構やられたかなって感じですね今年はねまあトントン1略0 0万トントンになっちゃったって感じですねはいまあ去年やめとけばねこの1億円も残してたんだけどまあしょうがないかなって感じですねはいまあそういう時もあらあらと あらあらとただロング目線を攻略できればねうんまあここでね思いっきりピューっていったからさずっといったからねあこれもロングなんだとで週足でもね75移動平均で平均で超えていってるからまあここでねもうロング目線に変えなくちゃいけないとまあこういうことは思うべきでしたねやっぱねうーんバカだよね俺もバカだよなと まあ,あとは、ここでね、まあ、去年から言ってましたけど、ここでゴールデンクロスになってるからね、まあ、ちょっと外して、<laughs> 3本目ぐらいでもね、あーこれもゴールデンクロスなんで、ロングなんだと。目線がね。そういうふうに、まあ、自分で言っててね、できないんですけどね、なかなかですね、うーん、まあ、あと冷やしでも、 まあ、この3つがね、ゴールデンクロスになってますからね。うん、これもなってるか。やっぱりロングなんですよね。ロング。ロングなんですよね。どこ見てもね。どこも,もうかしかもロングなんですよね。はい。で、じゃあ今はっていうと、まだロングなんですよね。まだロングですよね。うん、どこ見てもね。 まあただ1時間足でここが、まあ、デッドクロスようやく出たからね、まあ、ひょっとしたらずっと下がる可能性はあって、まあ、もう年末でしたしね、うん、まあ、このまま下がっていっちゃう可能性あるよね、これね。うん、このままずーっと下がっていっちゃう可能性はある。だから、うんショ今はショート入れていいと思うんですよね。 うーんまあこんな感じでここら辺まで上がるのかっていう話もあるけど124とかねまあここ118とかねうんまあそういうのも中西にもあらずということですね、うん、あることも想定しながらまあ そろそろしたかなって感じですね。うん。まあ、あと、これは、えー、コインマーケットキャップですね、仮想通貨ですけども、まあ、時価総額が287兆円まで、すごい落ちたね、13兆円落ちて。<laughs> ビットコインも。 750万、760万あったんだけどね。686万になっまあ、それでも高い方だけどね。サリアム・イーガー、まあ、46万で、これはいいですね。46万。あとはカルダネイは、これ低いですね。241って。これ、260ぐらいあったよね。ほらなんだ。だいぶ落ちてきましたね。リップ123、ポーキャロット。 同時,コインあ同時は29で30ですね <coughs> <coughs>。まあ、そうですね、仮想通貨はまあ、仮想通貨で儲けたないならそろそろなんあ、そろそろなんか買うかっていうことですけども、まあ、これから下がるんじゃないかなと思いますね。<coughs> と言いつつ、どんどん上がっていっちゃうかもしれないね。 うん。まあ、どれが上がるのかは全くわかんないですね。<laughs> ただ、うん。ビットコインまだ上がるかもね。これね、2000万ぐらいはね。2000万はい,いくでしょうね。だから、まあ、3倍ぐらいになるかな。サリアメも、 まあ100万はなるかな。体の <coughs> も500円、2倍にはなるかなって感じですね。リップはもうな,ならないだろうな。200円ぐらいだろうな。体の500円ですね。だから買うとしたら体の、まあ、2倍狙い。サリアム2倍狙い。 ビットコイン3倍になの。<coughs> ハイリスクローリターンですね。まあ、ちょっとやめた方がいいですね。うん株か。株もやめた方がいいですね。もう下がるだけなんでね。<coughs> <coughs> まあ、株もやめて、為 <coughs> 替だけにした方がいいと思いますね。為替ももう下がるだけなんでね。 株は基本的に買えでしか入んない方がいいのでね。基本的には。<laughs> 株はね、やめた方がいいと思います。大 <laughs> 損すっからね、損切りできないからね。まあ、うん、大損すっからね、株はね。もともと、<laughs> レバレッジが3.3倍しか効かないからね。 大金用意しないと儲かんないんですよ、株なんて。大金用意していとね、何十万とか何百万とかね。でも、海外 FX だったら、5000円とか1000円でいいんだもんね。1万円もあれば万々歳だよね、うん。1000円でいいんだからね。1000円から <laughs>、えー、5000円1万円ってなるからね、1日でね。うん、だから、1日10回失敗できるからね。1万円あればね。 10回失敗すれば8回,目8回目ぐらいには1000円が1万円になるからだから大丈夫なんだよね FX ってね海外 FX だとねうーんまあそれには慣れた方がいいですねやっぱりねーはいあとね今日は先ほどあれ見ましたねうーんあのレッド 沈没ってやつね。でまあ、えー、第3話目ですね、夕方、あ、夜のね、ドラマのね、官僚の <laughs> <laughs> 話でしたけど、官僚とね、地質学者の話ですけど、まあありえないことないんですよね。でまあ、昨日の夜ね、あのネットリックスで見つけて、前の2話はすでに見たんですけど、 まあなかなか面白かったですかね。まあ、緊張感とスリル感があって、まあ、なかなかね、官僚,官僚はね、まあ、上から目線なんでね、まあ、どうでもいい、国民なんてどうでもいいよって感じですよね。まあ僕も大企業にいましたけども、お客さんなんかどうでもいいよって感じだもんね、クレーム言っててもね。な、うん、なんかなんかか 変な客がクレーム言っっててるなな感じだよね変,変な客とか言っちゃうからね本当は自分たちがさ変な商品作ってねお客さんに売りつけてさお客さん困ってるのにねお客が悪いんだお客が悪いんだってさクレーマーだクレーマーだとか呼びつけてさ <laughs> まあ僕はそういうのが嫌でやめたんですけどねまあひどい話ですよ。 はいでまあ明日のドル円ですけどもまあ一旦かなり落ちたんよねかなり落ちたからまあ一旦明日上がっちゃうかもしれないね。うん 75以上平均線まで上がって、それで下がるかもしれないね。まあこれね、一回横横ついちゃうかもしれないですね。で、ほら、あのー、もう少し、あと1週間でさ、あの衆議院選終わるから、衆議院選終わったら、<laughs> 明確に下がってくると思うんですよね。うん、明確にね。 まあコロナ日本の、ね、コロナは、まあ、数,直 <laughs> 数字偽装してるかもしれないけど、あのー、東京でもね十数人とかね二十 <laughs> 数人とか毎日感染者少ないですけどイギリスではね <laughs> ワクチン接種率が同じなんですけどもうまた一日五万人とかね 感染者が増え出してきちゃってね第6波が第6波が始まってるんですよねですから <laughs> 日本でもねうん6波が来るかもしれないねまたねそしたら <laughs> <laughs> また経済停滞しちゃうかもしれないね。厳しいですね、やっぱりね。はい。<coughs> ということでね。まあ <coughs>、今日はね、えー、席がね、出てきたんで、この辺で終わりにしたいと思います。えー、アップロード <coughs>、アップロードできるか不安ですけれども、 って言いますね。それでは失礼します。